コルンボ、はい、コルンボさんです。さあ皆さん見てください、バギバギ今日はね、このゲームモンスター&モータルズというゲームをやっていくんですけども、ハギワギさんがいますまあ何のことやらわからんって感じなんですけど、皆さん覚えていますでしょうか。昔コロマさんがダークディセプションという、はい、このねサムネの猿のゲームやりましたよね。これのゲームのですね、複数人プレイのゲームがあるんです。それがこのダークディセプションモンスターズ&モータルズっていうものなんですね。このモンスターズ&モータルズっていうのにはいろんなダウンロードコンテンツがあって、サイレントヒルとか、あとなんかとかでその中になんとポピープレイタイムがこの前リリースされたんですよ、ついに。なのでハギワギがいるわけですね。なぜかまつげついてますけどもうね、早速やっていきたいと思います。まあいろんなね、こういうゲームがあるんですけども、まあダークディセプションやった人あるならね、おなじみのステージがあるんですが、その中に今回は、はい、このようにポピーパニックという名前でポペプレイタイムのステージがあるわけですね。そしてゲームモードがいくつかあります。3人ともキラーになって戦うモードと、1人がキラー、そして他の人たちがプレイヤーとなって戦うモードがあるみたいと、もう一つあとなんかあるみたいです、よくわからないけどまず最初はどうしようかな。ちょっと全員がキラーになって戦うやつまずやってみたいと思います。じゃあこのシャードメイヘム、これをやっていきましょう。あっ、基本的にはなんかね、シャードがねステージにいっぱいあって、それを集めていくゲームです。それの多いとか少ないとかで勝敗が決するみたいな感じですねさあ始まりました。普通のキャラクターたちもね、こう選べるんですが、はい、この猿とかその中に、はい、このようにいるんですね。キシミシーでした、はいで今回はこのキシミシーとこの青を選べる、まあ、ハギワギ、ハギワギではないみたいです、キシミシの青色みたいな、そういう感じらしいです。どうやらオッケー、始まります。やばくないこのアイコン、ほらすげーやばいです。ちょっと軽くはやりましたけど、ほとんど触った程度なんで、まだステージとか全然見れてないです。うわー、ほら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 、もうハギの手なんですよ、ほらやばくないこれほら始まりましたよ。でなんとステージもこれあのダクトの中ですよ、やばいよね。でこれはね、みんなキラーなんで、誰が一番このダイヤを集められるかみたいな、そういうモードです。当然敵もいますのでね、倒していきましょう。戦えるみたいですね、しかもお互いに。でこういうね、箱が落ちてて能力が使えるみたいですよ、どうやらなんかやるとあー、こんな狭いところで会いたくないよね、できれば。ちょっと広いとこ行きたい、広いとこ、ステージをまず見たいんです。こっちはE ボタンを押すと、こうなんか取ったアイテムが使えるみたいです。あ、こっち拾う。あ、やばいやばい、ほら、見て見て見て、ハギハギ、やばくないこれ、超すごいよね。ほら、ほら、あ、叩ける。ハギハギがハギハギ叩いてる。なんだなんだ。あ、何？なんかスローになっちゃった。いろんなアイテムあるんだけど、それがどういう効果なのかさっぱりわからない。で右クリック、左クリック、あーいた、ハギ、ハギ同士殴り合ってる。これなんか腕が伸ばせるよ、こうやって、ほら、ほら。で今日はね、ちょっと友達とかに協力してくれてる人と一緒にやってます。ほら、ハギ、お前だけは許さねえ。今日、あ、なんだこれ、あ、やばい。なんかキシミシも現れてすげえ回転する、なんだこれなんだこのゲーム待って見て、ほらぶっ飛び、なにこれ、わけわかんないあ、待って、でっかいハギもいる、なにこれ今動き出しちゃったよね、まあいいや、ちょっとここから出ますもん。あ、なんか来た、え、ハギハギでかい、なんかNPC のハギーがいるみたい、多分それですね、ボスなんとかとかいうので、こういう NPC のハギーが現れるみたいです。ちょっとこいつ倒せないんだけど、あ、倒せた、倒せた、ねえ待った、これ何このキャットビー、毒出してる、毒出した、やばいやばい、めっちゃ食らってる、これトラップ誰か置いたのかな、これわからんわからん、やだな、ちょっとシャード集めないとちょっともう負けちゃうよ。あ、待ってほら、あ、すごいハギーのやつもあるわ、あ、出た出た、ほらほら、うわ
来た、来た、邪魔邪魔邪魔、おっしゃる、ほらメーカープレートマシーン、そっちも行けんだ、すごい、やばくないほら、超さちゃんと再現されててすごいよね。もう感心してばっかりで全くシャード取れてないんだけど、あーまたキャットビー現れてる、やばいやばいやばい、これ毒なんなのこれ、ちょっとちょっとやばいやばいやばい、こんなとこにもある、ちょっと上行けんのかこれ、あ、またあーやられたあーリスポーンできるみたいで、あ、なるほどゴーストボードってのがあるんだ、キャットビー毒出すなよこいつ、何やってんだよキャットビーやっぱ蜂だから毒持ってるみたいな、そういうことか、なるほどね、オッケー倒し、あいつは倒しに行きましょう、あ、ボスタイム始まった、ボスタイム、これハギワギどっかから来るんじゃない？え、怖い、めっちゃ怖い。やばい、これ狭いだ。え？やばい来てる、やばい、怖すぎる怖すぎる、怖い怖い、これやばい、めっちゃ怖い。これチャプター1やほとんど見えない見えない。え、怖い、やばいこれ。怖い怖い怖い。ちょっと、あ、広場に来れた広場に。あ、こっちからも出れるんだ。やばいもうこいつもう許さねえぞお前。おら、おら。あ、倒した。フェイント、あ、ボスタイム終わったみたい、ね、待って、あと HP10 しかないんだけど他にもステージあんのかな、あのロビーとメイカーフレンドマシーンの広場だけかな今のとこ見たところは、てか正直全然あれだわ、このダイヤシャード集めれた、おっとちょうど10分ぐらいで終わるんだ、おーわ最下位ちょっと200ってお前ダブルスコアで勝つなよあいつ、強すぎるだろおひげやば面白いこのゲーム次こそ勝ちましょう、ちょっと別のゲームのねモードやってみましょう、そしたらオッケーちょっと完全に敗北しましたが、次は別のモードでやってみましょう、このねメイズエスケープ、これはプレイヤーとキラーに分かれて戦うやつですね、これでじゃあこのねポピーパニックでやってみましょう、あー今回はあれですね、プレイヤー側ですね、なるほどなるほど、ちょっとじゃあこのなんだこいつ見た目が明らかにヤバい女の子にしようかな、じゃあペンペンちょっとペンペンにします、この子さんはじゃあ誰かがキラーになってると、今度こそは、今度こそはまあ、あのチームとして勝利したいですね、なんとか、オッケー始まった、さあさあさあやばくないこれ、このさ、これもさのキャラさやばいわ、なんかとりあえず集めまくるシャドウね、今度こそ勝ちさ、よく見たらほらポスターもあるわ、怖いな、しかしキラーにこうキラー現れたらどうするこれ、一応戦えるからね、コロンボさんもこれさ、なかなかもっと6人ぐらいでできるゲームだから、あ、ほら、あ、味方がいる、味方、あ、味方いた、味方、味方ちょっと走り方すごいこうやって走ってるとんでもないナルト走りしとるわ、ナルト走りでもねえわあれ、うん、何なんだあれ、オッケー、なんとか勝てるより頑張るよ、どっからね敵っていうかキラーが飛び出すか分かんないからね、この病院お医者さんマークは多分 HP の回復ですね、これはなんだ、なんかおかしい、あ、前後不覚みたいになってる、コントローラーがおかしくなった、あー、そういう攻撃もあるんだ、なるほどね、すごいね、こういう廊下とかやっぱさ作られてるよね、しっかりと、かなり綺麗だよね映像的には、あ、広場来た、広場、おー、あ、よく聞いたら音楽流れてるじゃん、ちゃんと書いてある、しかもこれもすげえ、うわー乗り出しちゃいけない、いきなり乗り出しちゃいけない、やばいやばいやばい、うわー怖い怖い怖い、やばいやばいやばい、ちょっとやばい、ちょっとおい、やめろ、あ、助けてくれた、なんか燃えてる、怖い、あ、燃えてる、うわ、また来た、やばいやばい、ちょっとやばいやばい、何体いんのねえ、いや、いきなり来んなって、ちょっと。どこ行った？ハギワギ軍団。余裕で2体とかいるからな、しかも。あ、待って、ほら。あっちにほら、ブヨーンって、誰かいる。あれがキラーなんじゃない？オッケーオッケー。どこ行った？やばかったな、今、マジで。時間内に600集めなきゃいけないんだよね。これさ、コロナさんのキャラやばいんだけど。あ、トラップタイム始まった。あ、キャットビーが現れたわ。あ、なんか特殊能力使える、これどういう能力、お、
すごい。ああ、ちょっと、いや、え、なんか色がピンクじゃない。なんか白っぽくなってる。やばい。おら、乱闘だ。いやー、やばい。スタンやばいな。なんじゃ、え、これなんか燃えてる。なんだこのゲーム。フリーズやばいよね。どう考えてもさ、おら。いや、うわー、やられた。ねえ、無理。倒したり倒されたりするゲームじゃないよね、多分。正直なんとかね、こうディフィートしたい気持ちが出ちゃって戦ったけど惨敗です。あと何個、まだ時間結構あるんだね。へー、600って多すぎるだろ。ちょっとシャードさんよ、もっとなんかさ、いっぱい集められるみたいな方法ない？それがあれば。やばい、ボスタイム始まった。これ狭いところでボスタイムマジ怖えからさ、嫌なんだよね。こっち行けないじゃん。うわっ、ああ、ちょっとねえ、待った、おい、ふざけんな。ちょ、無理、ちょっと、やばいよ、後ろから来てるね。ねえ、ちょっと、マジ、こいつ、やめろ。暗くて見えないし。うわあ、ちょっと待って、ねえ、無理、ちょっと。ねえ、無理、ちょっと。おかしい、マジで。もう、いるし、ハギを怖く。うわぁ、ハギ通り過ぎてった。コロンボさん、やられさ、待った、これ、やられるごとにあれだわ。シャード減ってるわ。これもう勝てないやん。絶対、あ、なんかバナナとか置いてあるんでね。そして謎だよね。どういうアイテムの能力なのかが分かんないの致命的だよね、結構ね。あ、味方いた。相変わらずすごい走り方だ。待って、ロビー来たっけ、さっき。やばい、さっきロビー来てなくない、クロモさん。やば、ロビーもちゃんとあれ再現されてる。バナナの皮落とすなよ、誰だよ。ほら、あ、消えた。バナナの皮消しちゃった。よし、行こう、協力しよう。もうさすがに HP がね、 HP ってかもう時間がないんで、よし、こっち行こう。協力しても意味ないわ、このゲーム。このゲームは協力しても意味がないんで、あの、できる限り。あ、待った、いる。何やってんだ。何やってんだこいつ。おい、めっちゃ味方攻撃してんぞ。おい、なんだこれ。ハギーに切れてたんすね。お前ばっかりサボってんじゃねえつって。やばい、これ何なんだ、このなんかね、気絶するみたいなやつ。コロンボさんもなんかさ、その青い炎みたいなの使えたんだけど、どうやんのこれ。アイテムしか使え、あ、終わった。余裕で負けましたね、モンスター側に。さあ、今回こそはね、コロンボさん勝ちたいと思います。当然キャラクターはこちらです。デフォルト、どうしようかな、ブルーにしようかな。あ、なんかちょっとミスラベンダー、なんかちょっと色違いのやつも増え、紫色も増えたんだわ。ほー、まあいいや、ハギワギでいきます。安定のハギワギで最後、優秀の美を飾りたいと思います。オッケー、勝つぞ。よし、シャード取りまくり、シャード取りまくりや。で、これ多分ね、やられたりするとシャードが減る気がする。さすがっつ、おい、あ、戦うのは得策じゃない気がする。チキショー。でもね、ダメだ、配信者としてはやっぱり敵から逃げるのはちょっとやめます。はい、見つけ次第、あの、叩きに行きます。で、ちゃんと能力をね、やっぱ把握しないとダメなんだよね。全然把握してないんだけどね。ハギーさん、今度こそ勝ちますよ。うわー、もうまたなんで。でもね、コロンボさんが近づくと動き出すのやめて、ちょっとねえ、ちょっと、あ、立ちってよかった、よかった。地獄絵図、好きなチータス。あー、倒すぞ。うわー、また後ろから来た。おい、お前ふざけんな。おら、どうやった、ちょっと待って、なんかその技使いたい、コロンボさんも技。あ、使えた、すごい、あれだわ、キレボタン押すと使えるみたい。でも何今の。ちょっとキャットビーをなんか投げつけるみたいな、そういう技だね。ちょ、やばい、ね、この粘着質のハギワギさん、ちょっとどうにかして、ちょっと勝つんだからね、コロンボさんは。今回後ろから多分ずっと来てるよね。うわ、来てる。これ追いかける時のフェーズめっちゃ怖いわ、ハギーの。倒すしかなくない、もう正直。うわ、なんか飛んでた今。誰か必殺技使ったの今。必殺技しかも、あー、まだ来とんのかお前、暇人かよ。あー、終わった。あ、ニューフェーズ始まった。早くダイヤ取ろう。この勝負、コロンボさんが勝つ。ただ勝つだけじゃないぜ、みんなをぶちのめして勝つ。これがコロンボさんの勝ち方だ。全然会えません、あの、いろんな人に。あー、バナナ置いてる誰か。おい、バナナ置くな。ほら、ほら。バナナ消える時の音可愛いよね。いやな。いや、お前
食らわせてやろう。ポルモさんの必殺技、オラー。え？え？避けてんじゃねえ！お前のシャーマンよこせ！うわ、なんかいっぱい来た。え？なんか、うわー、必殺技！やばいけど、うわー、必殺技！やられた。なんてこったこれ。やられちゃったよ最後に。おい、相変わらずこれも勝てないパターンこれ。早くスポンサーして、今から取り戻すんだから、この遅れを。その前にめっちゃ取ってたんで、キャットビー、お前邪魔すな。もういいや。やばい、ワギワギが今動き出してるんだ、怖っ。いっぱい早く集めて、早く集めて。どっちどっち、こっち。あ、シャドウ現れた。やばい、最後のフェーズだ。シャドウ集めまくるフェーズになった。急げ急げ。どこだ、どこにいる。このさ、狭いとこいるとすぐやられちゃう。やばい、いきなり。おい、ひさただ、ひさただ撃ったね、あいつ。おら、いや、もうみんなこっち来すぎ来すぎ。おい、遠足か、遠足か。おい、後ろからやろう、後ろから狙います。これこいつら倒すことによってシャード数を減らす。玉乗りだ、玉乗り。やばい、こっちは HP 少ない方を狙う。 HP、 あ、終わったわ。すげえ卑怯なこと言ってたら終わった。負けてる。40個ロストしてなかったらこれ勝ててたわ。うーわ、やられてる完全に。まあね、皆さん、勝負は時の運とも言います。実力が伴っていても運によって勝敗が分かれることなんてザラです。今回のはそういうことです。と言っておく。はい、じゃあということでですね、皆さん今日はこちらダークディテプションモンスターズ&モータルズのポピープレイタイムダウンロードコンテンツ楽しんでいきました。皆さんいかがでしたでしょうか。このゲームね、やっぱクオリティ高いよ、うん、であの歴史のあるゲームだけあってね。でダウンロードコンテンツでめっちゃいろんなねキャラクターいるので、ぜひ皆さん気になった人はチェックしてみてください。はい、ではね、このゲームめちゃ面白かったよと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた会おう。コココーコランボー、バイバイ。